ピカー。完全にね、YouTube をやるためだけに福岡に来てるので、やっぱ知り合いがね、いないんですよ。本当に。男女関係なくですよ。もう男女関係なく出会いがないんですよ。人間との出会いがね。ほぼほぼっていうか、元 YouTube しかしてないんですよ、福岡来てね。でもそろそろね、やっぱりね、こう、人間関係とかね、出会いが欲しいわけですよ。本当男女関係なくですよ。まあ、いろんな方法あるじゃないですか。バーとか、相席居酒屋とか、出会い系とかね、まあ、いろいろあるんですけど、もうめんどくさくなっちゃうんですよね。その行くまでがめんどくさいとかね、そういうのなんかなっちゃうんですよね。多分行かず嫌いとかだけなのかもしれないんですけど、どこ住みなのとかね、好きな音楽何とか言われてね、ご職業何やってんですか ?YouTuber。YouTuber って稼げるんですか、はぁ、これはめんどくさい。YouTuber で稼げるんですかとかね、YouTuber だったらカラオケで盛り上げてよっつって勝手に水蓮花入れられたりとかね、もうこれがめんどくさい。稼げるんですかと水蓮花が怖い。行けないとか行きづらいんだったらもう場所間違えちゃえと。場所を間違えちゃえばいいんだ。行けないんだもん。敷居高いんだもん。忙しいんだもん。じゃあもう場所を間違えるしかないんだ。俺は。福岡っていう地でね、新しい人間関係が築けるか、どこなら間違えれるか、どこなら相席ができるかって考えたんですよ。フードコートだった。フードコートはもう相席し放題でしょ。フードコートはもう行きやすいんですよ。もう大人の階段登らなくても行けますから。エンゼルフレンチでも売り切れますか？もう一個あったらまたいいですけど、はい、今から帰国するまで5、今から帰国するまで5。ああ、分かった。ああ、じゃあ、まあ一旦大丈夫。ワインで今から作りますって。え、嘘。まず。え、取れてる。マジ？じゃあ、あの黒は何やったの？じゃあここでしとったらあれやん、もうクリアやったやん。クリアやった。9個で？9個2人やったら楽勝やわ。これでね、やっと人脈が広がりますよ。これで広がるとは到底思えんけど、こういう相席みたいな、はい、でも慣れてるわけじゃないですか、こういうの。いや、慣れんやん。お酒が入って、やっと喋れる。なるほど。と、人脈ってその、どういう人脈を増やしたいの？夢ある人とかね、いたらいいじゃないですか。夢ある人なんか目指してるとかね、こういう向上心みたいな。はいはい、ミュージシャンしてますとか。そう、でまあ、たまに飯行く人とかね。おー、はい、自分もね、言うて成し得た人じゃないんで、おー、かっこいいね。いや、全然成し得ないんで。まだスタートラインまだスタートラインではないかもしれない。5合目ぐらい。今5合目ね。5合目ぐらいなんで、だからそういう意味でも外籍居酒屋っていうのをね、ここで間違えてみて、なんで買ってきた？いやちょっとつまみ買ってきますみたいな感じでさ、行ったやん。はい戻ってきたらもうエンジェルフレンチが大量にあるやん。はい、俺もう意味がわからんと思ったの。わかりやすいじゃないですか。いや、なんか若い子多いね。小学生、中学生ぐらいの。それ若い子ですか？若い子です。子供ね。春休みだから。12時とかする。まあね。だから、この先、その15時とかになったら、そういうとこで勉強したい高校生とか、そういうとこでゲームしたい高校生とか来るんですよ。勉強したい高校生は絶対座らんよ。お悩み相談とか来てもさ、はい、いいよね。あ、確かにね。なんか、旦那さんはどうやって、まあ、成功しましたかみたいな多分話もね来ると思うよ。でも個人的には俺はそれ聞きたい。あ、なるほどね。やっぱりうまくねえか、マジで。これはね、さあちゃん、これダメよ。なんで？もうここね、年配の方しかおらんから。ああ、なんかこう憩いの場みたいになっと多分ね、こっち側スペースが多分ダメなんじゃない。フードコート内でバスがやるってことですか？うん。まだだ、あとね、マックとサーティワンの方がまだ若い子たちは知らない。絶対山王物語を知らん世代や。 YouTube っていうものを知らん人たちの方が多い。なんで相席居酒屋をする側なの？普通行く側やもんね。
俺が行った段階で俺がもうお願いしに行ってる立場だよ。もう俺が待ってるってことは、もう最初に対面した段階でちょっと俺のことを知ってくださってる人が来るわけです。なるほどなるほど、はい、めんどくさいの最初から自分を紹介するの、はいはいはい、めんどくさいの。そこでこれを提示して寄ってくる人って、はい、少なからずもう向こうから来てるから。うわすごいわ。しかもあれやん、ちょっと興味を持ってくるけ、そうそう話が、そうそう、そっか、そうすごいね、やっぱ天才やな。いやいやいや、ちょっと視線は感じますよ。そうね、確かにマックの方来た方が若い子、本当に、うん、やっぱそうだね、うんうん、なんかやっぱ高校生ぐらいが多いね。高校生とか女性の人も多いね。もうもうここまで来たらもう分かるでしょ。まあさ、椅子持ちましょう。これだって話したいもん。これ目の前に51万人の YouTuber がおったらお話ししてみた。カニブラここ見てて、はいはい、ありがとうございます。カニブラから、カニブラから、ああ、カニブラのファンの方。え、負けたってこと？反応超え、反応超え。今日そういう日？ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。はじめまして。ファニブラからって何ですか？この辺のお住まいの方ですか？そうです。ちなみになんでファニブラを知ったんですか？ムロカ君っていう、はいはいはい、YouTuber の、まあ、そういったところから、はいはい、面白い動画が上がってるなっていうのを見て。なるほどです。やっぱ結構世代が違うじゃないですか。そうです。今までそんなに YouTube 見てなかったので。いや、多分絶対、うん、最近はもうテレビからも本当 YouTube。ノリがいい人ってフードコート来なくない？うん、だから、ね、食事するところやし、別にノリを求めて。あー、え、フードコートとかたまりません？学生時代の時とかフードコートとかで。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。友達が店員で、はいはい、スタバの店員も友達だったんで、カスタムの動画。え、あー、そうですね、はいはい。いや、ちょうどいい、なんか察しがいいお姉さん店員おったじゃないですか。でもこんなやつじゃなかったんですよ。うわ、この人この人スタバでやっぱ話題になってたみたいな。スタバの店員さんはなんて言ってますか？なんか変な人おるねってやっぱなっとったみたいです。ありがとうございましたってお伝えください。はい、それが動画の URL 送ったんですよ、 LINE で友達に。はいはいはい、そしたら、あ、これ見た見たって、なんかやっぱ話題になっとったんです。サバの中で、来た来たこの人来たみたいなね。多分そんななっとったんでしょう。絶対変な人やろ。知らんよね、絶対変な人やろ。知らんかったら関わりたくないの。やめてよ。あれもやりながら申し訳ないなと思いながら、普段は普通なんです。普通の人なんです。まあまあね、申し訳ないなと思いながら、ごめんね。いや、度胸がすごいです、本当。度胸すごい。人と同じことをした時の方が恥ずかしい。逆なんや。逆だから、え、マジで会えるの良かったです。いや、全然会うことランコモンはまずいで有名ですよ。正直俺行ったことないんですけど。いやいや、みんなまずいって言うんで。行ってみてほしい。いや、みんないかんって言うんですよ、行った人は。待って待って待って、その、え、何、どのつながりで有名なんですか？なっ、観光はもう地元じゃ有名ですか？美味しくないで有名ですよね。そう、地元黒崎なんで、黒崎にあるホームランっていうラーメン屋さんもやばいですよ。正直、名前がうまくなさそうですよ、ホームラン。観光門の方がうまい。シラフでいたら倒れると思う。今この動画見たいのは、ホームランに行くところか、スタバの店員に謝罪をするところ。いや違うよ、スタバの店員を連れてホームランに行くことや。スタバの店員を連れてホームランで謝罪する、謝罪する。ホームランでスタバの店員に謝罪する。そうですね。そうそう、それそれやろ。うん、私のことを覚えてたの嬉しい。私のことを覚えてたの嬉しい。ちゃんと覚えてますね。いや、でも覚えますよね、さすがに。いつものやってるやつお願いします。あー、そうですね。ベロベロの状態で、こんだけ酔っ払っとるし、いけるやろって言って、やっぱりまずいっていうレベルやけ。いや、マスクメロン、マスクメロン、マスクメロン、そう、オンザマスクメロン、オンザマスクメロン、オンザマスクメロン。
おお。え、何しよう。おお。え、どういう、どう、え、どういう。たまたますか。こんにちは。バイバイ。バイバイ。今、室岡さんと肩を済ませた。あ、そうなんだ。うん、大丈夫ですよね、ライブしない。コタンはやらないで帰るって聞いてました。あれあれ夫婦喧嘩につながるやばいじゃん。大丈夫です、全然大丈夫です。大丈夫です、全然大丈夫です。全然大丈夫です。会議で遅くなるって聞いてました。怒ったね。違うんですよ、私ゲームしてきていいよって言ったんですよ、はいはいはい、全然もう寝てるから遅くていいよ、はいはい、ゲームしてきていいよ、はい、いやゲームはしない、もう帰る、もう嘘がムカつくんです私。あ、ゲームしてよかったってゲームしてきていいよさ、いやしない、もう帰る。まあこの企画って相席居酒屋なんですけど、今日出会った人たちとお話をするっていう、大好き相席居酒屋。大丈夫、ドロドロしてきたね。普段の、まあ、旦那さんの愚痴を三郎に聞いてもらうとかも全然できるんで、はい、帰りはたすぐ帰りはた、はいはい、ね、まあ、空白の時間があるから。広げてってない？ね、広げてないね。いつもそうなんですよ。この前も、はいはい、あの名古屋の出張行ったじゃないですか、はいはい、その時にホテルから電話があって、はいはい、チェックインされてません、夜中の12時半ぐらい、はいはい、私寝てたんですよ、はいはい、その時点で機嫌悪くて、はいはいはい、で古岡に電話したら、はい、女の声が聞こえたんですよ、うん、歌ってる声が、うん、でもその前には男同士でご飯食べてますっていう写真が来てたんですよ、はいはい、職場の男とご飯食べてます、あれご飯じゃないの、キャバクラかよって言ったら、はい、スナックかなんかに出て、はいはい、女の子が歌ってたよみたいな、それもなんでじゃあご飯って嘘つくのみたいな、あ、私怒らないのに、ね、でなんか嘘つく、小さい嘘つく、あでもね、小さい嘘つく、まあでも多いよね、小さい嘘つくの。そうそうそう、でも逆にだって僕もだってこういう動画を撮って、まあ、要は女の人と関わるわけじゃないですか、だからやっぱ YouTuber じゃないわけじゃないですか。 YouTuber で結婚したらある程度の許容は俺はしてほしいなと思うタイプ、うんうん、ああまあそうだね、その関わってもよかった、うん、まあね、なんかデート企画やりますよみたいな、うんうん、ここぐらいでもまあ仕事だしぐらいが理想ですから、グルミンもまあそうやってさ、そっち側の目線わかるわけですよ、全然、ね、怒らんしいいよって言ってくれるじゃないけど、男っちゅうのはね、なんで嘘つくんだろう、カッコつけたくなるよね、カッコつけたくもなるっちゅうのと、好きなほど、はいはい、そういうやましい人間じゃないですよって見せたいわけで、はい、男のね嘘がバレるけ、はい、不誠実な男っちゅう見られるんやけど、でもう自分はそのあなただけですよっていうのをアピールしたい。何だ。それはもうね、あの帰って話してください。